はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。池袋パスポートセンターで情報漏洩、1920人分の情報が持ち出されたとしてですね、3月まで勤務していた中国人女性52歳派遣だって、を書類送検。女は個人情報のコピー取ったり、窓口で会話録音したり、スパイ行為があったみたいであります。わかりやすいね。警視庁公安部、中国政府が関与しているかも、だが分かってない、のんきなこと言ってる。関与してるに決まってんじゃんね。なんでなん、これパスポート偽造するためでしょうね。なりつまし、自分の知らないところでなぜかアメリカで働いてることになってたとか、そんなことあるかもしんないな。これ、持ち出された人は世論です。もう中国に帰られてるやんけ。なんでパスポート窓口が外国人なんだ。アホか。スパイ募集法ないからスパイ天国な。マイナンバーカードの操作登録案内の人もほとんど派遣だぞ。役所は派遣ばっかだぞ。人件費コスト削減と騒いだ結果がこれ。竹中のせいで全国の役所の窓口が派遣だらけだよ。盗んだ方が金になるって言うならそうするわな。中国共産党の命令に逆らうと母国の家族が捕まるかと。10年前にはすでにいわきのパスポート窓口派遣でした。働いてた女の子を知ってますけれども、じいさんがね、これとこれとこれ持ってくるようにっていうのを持ってこないんだって。1個か2個抜け合って、これじゃ出せませんってパスポート言うと、窓口で大声出して怒鳴んだって。せっかく来たのにとか、遠いとこ来たのにって、いいから出せみたいな。そんなね、パスポートなんていうですね、一番重要で厳しくしないといけない身分証明書を軽々と出せっかって。文書に欠陥が、何持参し、何持ってこい、カニ持ってこいってあるじゃないですか。戸籍等を持ってこいとか住民票持ってこいとか、ハンコも、それかけてたら出せねえよ、窓口の女の子の一存で。そんなことしたらそのか、課長も怒られちゃうし、部長も怒られちゃうでしょ。じいさんどなんだって、もう毎日一人ぐらいいてやんなっちゃうらしいですよ。マスゴミと嫉妬深いパヨマですね。役所の人件費がっつって公務員いじめた結果ですね、これね。中国国家情報法ってありまして、7条、人民は中共の情報収集に協力する義務がある。14条、中共の情報機関は人民に情報収集の支援や協力を要求できる。要請じゃねえか、要求できるだから。これ逆らったらとんでもないことになるんじゃないですかね。つまり人民は全員ですね、潜在的な中共のスパイなんですよ。法律でこう決まっちゃってんだから、逆らえないんだから。いつでもスパイに早変わりと、言うこと聞かなきゃ母国の家族を盾に脅迫するんでしょ。家族がどうなってもいいのかとかね。雇ったとはですね、中国の国家情報法のことなんか何にも知らない、少しも知らないで雇ってんでしょ。そのこと軽く絶望しちゃいますね。どんだけ情弱なの。スパイ防止法がないから人民に限らず何人だろうと警戒しなくちゃダメだろう。個人情報扱うとこはさ、実はマイナンバーカードのシステム作ってる知り合いもいてですね、一部中国に下請けに出してて、そのシステム作りね、バッカじゃねえの、って聞きました。聞いたことあります。ほんとバッカじゃねえの。役所バカバカ。技能実習制度を廃止、育成就労制度に名称変更、最終報告書、それ廃止じゃないのではという話なんですけど、世論です。名前変えるだけかい、ごまかそうとしてるだろ、詐欺師かよ。名前変えてロンダリング、奴隷制度には変わりないな。慰安婦問題、徴用工問題が将来また起こる。実習生でなく労働者や。この制度中抜きし放題なんだってな。副作用を副反応と言い換えました的なやつかな。勉強という建前すら取っ払うとは。記事の要約なんですけど、政府有識者会議が最終報告をまとめ法務大臣に提出予定。大体報告書通りの内容になるみたいであります。過酷な労働環境で
多数が失踪し、人権侵害と批判があった。分かってんじゃん。去年は9006人だった。まあ、この有識者会議で話し合われた内容ね。日本の技術で世界貢献という建前を労働力確保に切り替えます。まあ、あからさまに奴隷が欲しいっていう。受け入れ分野は介護、建設、農業などなど。原則不可だった転籍を1年で、可能にします。ただし同じ業種に限ると。農業だったら農業しかできない。実習生の多くが母国の送り出し機関に多額の手数料を払っている実態、奴隷ですねこれね、奴隷。NPO 法人、日越ともいき支援会、日越、越はベトナムのことですね、日本ベトナム支援会には職場での暴力やセクハラ、賃金未払い、妊娠を機に解雇など実習生の相談が後を絶たず、今年に入って保護した人数は127人、受け入れて実習生使ってる日本の事業所もとんでもねえとこ多いんだっちゅう話。7割以上が何らかの違反してたって調査結果もありますし、野村総研、1年で転籍可能になり、なるなら事業所側も待遇や人権に配慮するようになるのでは。そうか、そうは考えらんないな私には。実習っていう建前金繰り捨ててですね、労働力確保を堂々と掲げるようになった、全然改善されてない、新奴隷制度とでも呼ぶべきですねこれ。育成就労とか就労育成とか綺麗事言ってねえでさ、奴隷制度って、言えばいいじゃねえ、奴隷輸入制度。批判の多かった実習制度を廃止し、廃止してすぐにもっとひどい制度を始めるって話でしょ。こんなね、誰もごまかされてないっすね、ネットは。米国国務省人身売買白書、日本の実習制度は奴隷貿易、スレイブトレードって言われてるんですよ。指摘、スレイブトレードって書かれてる。ああ恥ずかしい。暴力、セクハラ、賃金未払いもあって、数十年後訴訟される未来が見えますねこれ。その時は日本人のパイオ団体も頑張って訴訟支援するんだろうな、そういう未来が見えますね。厚労省発表、1月から9月生まれの赤ちゃん56万9656人、前年度比マイナス 5% でした。去年は外国人含め79万9728人生まれたが、今年は75万人ぐらいですかね。厚労省の発表ですね。75万人毎年毎年生まれたとすると、みんなが90ぐらいまで生きたとしてもですね、6000万人ぐらいの国になるなこれ、いずれは。まあ、75万人から減らなければって話ですけどね。世論です。ここにいるお前らのせいだよね。異次元の少子化対策はどうなった？異次元に的外れ対策なんで効果ない。本当にね、少子化対策使うから社会保険料上げますって、異次元に的外れだよね。減るだろう、余計に。っていう話なんですけど、コロナで出会いもなかったし。いやいや、去年、2022年より減ってんだから、解除されてんだからコロナ、高齢者を支えるために生まれるようなもんやで、これを見越して実習制度見直してるね。勝ち組が限度を知らずに貪るとこうなる資本主義末期症状、先進国全部の傾向だから止めるのは無理。8年連続減少だそうで、岸田内閣支持率みたく今後もどんどん減っていくでしょうねこれ。国保もない、福祉も不十分で、病気になったらのたれ死にが当然っていうですね。米国以外の先進国は軒並み少子化してます。食うに困らないと、繁殖率が低下するっつ、無気力になって繁殖もしにくくなるっつ、ユニバース25楽園実験通りの結果に進んでますなこれ。先進国は食うには困らないからね。したら無気力って、これユニバース25楽園実験って、ネズミを食うに困らず病気もなく気温も快適なところに置くとどうなるかって実験なんですけど、いきなり7割が無気力なネズミになっちゃって、繁殖もしねぐなっちゃって、繁殖すらしない無気力ネズミにいきなり7割になっちゃって、その率がどんどん増えてっちゃって、いずれ絶滅した、25回繰り返しても絶滅したという実験なんですけども、まあこの通りになってんのかな。高齢者福祉を減らしますって政党が現れてですね、それを若者世代が支持して投票ってことにでもならない限り、投票率の高い高齢者偏重は止まらないですね。
東洋に行かない人は最大多数の最大幸福にの数に入れてもらえないですよ。しゃあないね。40歳以下の男は年収1000万ごとに子供1人を義務付け、このぐらいのことやらないと無理でしょうな。あとは多重婚認める、第一夫人第二夫人認める、その代わり平等にしないとダメだよみたいな、で女性もいいよ旦那2人、いても、その分いい暮らしできるでしょ、1人ずつ子供産んでやったらいんなねえの、そのぐらいやんないと無理かもね。これイスラムで多い多重婚一夫多妻制なんですけど、イスラム教ムハンマドが率いた武装集団の決まりだったっていうのを前お話ししましたよね。で他の部族とかと他の勢力とかと、争ってばっかだったから男が戦死していねえと。で女性が余って養って行かなくちゃなんないと。だから一人の男が生き残ってるのが何人も奥さん引き受けたっていう、そういうやむを得ない事情もありますね。これね日本でも認めないと、そうするとすぐね女性差別とか言い出すんだろうな。だから言ってば女性も旦那二人も三人もいてもいいからさっていう風にしてさ、そのぐらいしないとまあ根本的な解決しないでしょうね。アホの自民党と経済界は外国人の輸入でなんとかしようとしてる節ありますね。実習制度やめます。労働力確保制度にします。9月までの死亡者数は117万人6330人なんで、今年は157万人ぐらいが亡くなりそうであります。157万人程度テレビを見る人が新聞読む人がまた減っちゃう、そういうことなんですかね。その他のニュース。杉田水脈さん、記者会見開くとさ、自分たちの欲しい答えしか認めない。違う回答が出ると欲しい答えが出るまで質問を続ける。時間を区切ると逃げたと言って非難する。報道するときは切り取り、わざとひどい写真を使うですわーとツイッター投稿。記者会見やって得なのはパヨばっかなのかな。してみっとな。私なんかも記者会見やるとこれやられんのかな。ひまぞらさん、記者会見一切やらずにツイッターでだけで訴えました訴えましたって報告しましたよね。それでいいのかなと思ったりして、外国人の消費税免税制度を悪用、国内で転売しまぐる、消費税抜きで買った値段で国内で売っちゃう問題を是正するため、消費税込みで買わせて出国時に確認して返金するわっていう風になるみたいであります。これで何十年もですね、外国人に脱税されてさ、財務省やっぱ馬鹿しかいないのかな。自分らの子孫もですね、重税に苦しむのに増税に血眼になってるし、バカとしか思えないんですよ、私には。財務省の官僚どもは。去年の派遣業、平均時給は1510円、5年で144円増加。厚労省、待遇改善が進んだとか言っちゃったけど、5年がかりで 10.5% しか上がってないんだが、胸張って言うほどのことが、いう感じであります。資本主義は進むイコール勝ち負けがはっきりし格差は拡大っていう理論上そうなってるそうで、まあ仕方ねえのかな。資本主義の進行っていうか進歩っていうか、資本主義の進む先にはやっぱ少数の勝ち組と多数の奴隷ってなっていくんでしょうか。まあ株買ったらええかな。その勝ち組側に入りてんだったら株買うとかね、でもしないとね。大阪府警、ホストクラブ110店舗に予告なしでガサ入れ。客に売春斡旋してないだろうな、指導して回るがしてないっすって言われれば配送ですかですわね。これはまあ大阪府警のですね、やってるか出すためのイベントかな。ホストクラブ業界もですね、医師会みたいにですね、自民党に献金しないといずれ潰されそうですね、これ。医師会、ほら岸田総理に1400万円、厚労大臣に1100万円、あとね、自民党に対して、1億か2億献金してますよ、医師会。ホストクラブ協会かなんか作ってですね、自民党に献金しないと潰されんじゃねえのこれ、って、思いますけれども。よかったら、チャンネル登録なさってください。たまに、言わないと忘れてしまいそう。よろしくお願いいたします。
デトックスジャパン。